国志島は長崎県北部の平戸瀬戸にある島である。道県平戸市大久保町に属する。1621年の平戸図、右上の小島が国志島。平戸湾に面したイ在ンの建物が描かれている。島の南西部には平戸湾に面するようにイ在ンが祀られている。これは松浦正が五島列島のおじか島から戦死したものとも言われ。 オランダ国立公文書館書像の1621年の平戸図にも建物が描かれていることからすでに江戸時代初期には現在と同じような形で祀られていたことがわかる。1863年には、ベザイ店のほぼ反対側にあたる北東海岸に異国船警護の目的で台場が築造され、現在もその跡が残されている。同様の台場は国士島の他に、 平戸島の加納崎、南龍崎、中野崎、獅子、駒崎などにもあった。第二次世界大戦前の一時期には、秘書地として利用され、旅館の出展等もあったが、現在はその痕跡は分かりにくくなっている。戦後は1951年に、国史島原市林として、国の天然記念物に指定され、 1955年には、再開国立公園の特別保護地域にも指定された。1969年には、長崎国体相撲協議への臨席のため平戸を訪れた昭和天皇が島に立ち寄っている。国志島、1977年度撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。 島のほぼ全体が商用樹林に覆われている。微材店は遅くとも、江戸初期には祀られていたが、それ以前から新域として扱われ、一時期を除いて、一般人が多数定住や出入りすることもなかったため、当地域における植生の原型をほぼ残していると、される。島の植生は、中央部のノキの木武蔵ブミ群落と、周囲部分の浜日は鬼ソテ鉄群落とに、分けられるが、 いずれもこの地方の普通種で構成されており特別な人種があるわけではない。しかし、人手がほとんど入っていない植生の原始性が貴重であることから、1951年6月9日には国史島原始林として国の天然記念物に指定され、1955年には再開国立公園の特別保護地域にも指定されており、中には樹高18メートル、 最大直径7 0センチメートルを超える樹木もあるという長崎県サイトよりありがとうございます。